ってます？って聞いても返事はないよな、そらな。はい、では映っていると信じて、始めたいと思います。1曲目、最初の3曲はあの昭和歌謡ということで、ピアノはありますが、最初の3曲はカラオケでいきます。瀬戸の花嫁です。伴奏は、ソニーラジカセさんです。いきます。というわけで、あのスイッチを押すのも自分でやるという。でこれもともとはあの4月にあの京都アスニーのあのなんかサークル活動室みたいなところでワンコインコンサートをもう一人だけで、あの私一人が準備もして椅子並べて、であの吹いてっていうのをしようと思ってたんです。でそれがまあこの今回のあれでちょっとできなくなっちゃって、その代わりにまあ今日、これをちょっとやってみよう。でそうやってあの全く一人でやる予定やったらもうね、無伴奏の曲かあのカラオケを使ってと思ってました。でワンコインコンサートをやったんですけど、まあこういうことになって、まあノーコインコンサートということになってしまいました。ということで、まあだから最初の3曲はあのその時にあのやる予定をしてた曲です。次は、知床旅情です。
一人で喋ってんのがアホみたいな感じして、なんかちょっと喋る調子が出えへんな今日はさすがに。オカリナってオリジナルの、オカリナオリジナルの曲があんまりないもんで、なんかどうしてもこういう歌謡曲とかそういう歌をね、吹くこと多いでしょ。でそうするとね、やっぱ歌詞がないから、なんかやっててもどうなんかなと思うし、聴いててもどうなんかなと思うわけですよね。でこのコロナ騒動の中で、僕 YouTube にオカリナの曲中3冊分60曲ぐらいを全部録音して YouTube にアップしたんです。また、私のチャンネル検索してもらったら出てくるんで、まあ見てください。そのジャズやら歌謡曲やら映画音楽やらいっぱい、すごいたくさんのジャンルでね。でその中でもこれどうなんやと思ったんかね、木綿のハンカチーフってあるでしょ、恋人よってやつ、あれをねやったんですけど、あれなんかすごい長いんですよ、ストーリーがあって。でそのご丁寧に全部それが楽譜に載ってて、カラオケも載ってるもんやから、しゃあないから全部吹いたけど、吹きながらこれこんなもん何回もやってもしゃあないなとね、聞いててももうええよっていう感じせへんから、2番か3番ぐらいが限界ちゃうかなと思いながらやってたんですが、もうせっかくやんやったらなんとなくその歌詞 のことも考えながらと思うんで、例えばさっき の瀬戸の花嫁だったって、瀬戸は日暮れて夕波子波ってね。で僕なるべくそういう歌をやるときにはドレミをあんまり思わんと、歌詞を思いながら歌おうとしてるんですよ、生意気にも。でそれをやるとね、タラララララタラララララララってなっちゃうんですよ、時々。わかります？なんてか、ミファソソラミソ、瀬戸は日暮れてゆなみこなみで、ミの音をゆなみこなみのミをミの音吹いてしまったりするわけですよね。嘘です。ちょっとこれなんか調子が出えへんのでね、面白くなかったですよね。じゃあ一人でやるの最後は神田川、これはまあ歌詞をね、今回僕大体覚えました。別に覚えようと思ったんじゃなくて、時々見ながら YouTube なんか見ながらやってると、まあそんな長い歌じゃないので、もうなんとなく覚えられました。この曲の僕一番好きなとこは、窓の下には神田川っていうとこね、そのつもりで吹くんですが、そう聞こえるかどうかは別です。じゃあ神田川。Thank you.
けさんありがとうございました。これでカラオケさん終わりです、はあ、ということでゲストピアニストの登場ですが、なんか今裏の時間やったらちょっと風呂入れてきてみたいな感じですが、そういうわけではなくて、ワンワンワンという声が聞こえますか。チャッピー怒ってます。ちょっと密になりました。これで今流行りの密です。断密ではないですが、ちょっと一人で喋るのがいかにあの恥ずかしいかという一人ごと言うてるおっさんみたいな。これでちょっとまあ気が楽になりますから、ね、で本当はあのピアノのやるのはなかったはずなんですが、どうせやねたら私もやりたいという。そんなこと言ってません。結局ピアノでやる曲の方が増えちゃいました。そんなこと言ってないです。ないです。ということで、ここからは生ピアノと生オカリナで、まずあの私のお気に入り、サウンドオフミュージックの、ね、中の曲です。では、はい、センスがいかにないかというの嫌というほどなんか思い知らされて、なんかこれあのアドリブっぽく聞こえるとかありますが、これ全部ね、実は全部楽譜書いてあるんです。これはあの確かにあのフルート用にねアレンジされたやつなんです。あの本当はねジャズなんかやったらアドリブやから楽譜なんか見なくてやるのが当然ですが、あの僕らは楽譜ミントできひんので、でそれどころかあのもう最近目が悪いから。ドとかレとかカタカナで書いたりとかね、ね、そうせんとなんかパッとわからへんかって、この人なんか先に指番号を書いてジャズで指番号やったら怒られるでっていう話です。次はなんかどんどんなんか短いな、これゆっくりやります。次ゆっくりの曲です。アルフィーっていうね、ネットでアルフィーって検索したらあの大概あの坂崎コアノスケ河野助かとかがねやってはるアルフィーしか出てきませんが、これはだいぶ昔の映画アルフィーの主題歌です。あのバート・バカラックのね曲で、僕らもあの知らなかったんですが、あの最近知った曲なんですが、その曲 の, あのその映画の前編前あの なんていうのかな、本体はあのソニー・ロリンズかな、なんかサックスかなんか奏者が書いてあるんですが、この主題歌だけはバート・バカラックが書いてて、これは大変素晴らしくて、
どういう内容の曲かを今からちょっと説明をしてもらおうと思います。アルフィーというのはすごくあの女たらしのとてもあの今話題になっている人でありますけれども、あの昔 の, あのドンファンというそういう人で、女の人をもうおもちゃのように扱って、ずっと暮らしてたんですけども、ルビーという女の人に会いまして、その人のことは真剣に初めて真剣に好きになって、だけどそのルビーという人はこのアルフィーを信じられなくて他の人に走ってしまったという。で、この曲はその映画の最後に流れる曲で、天の声かなと思うんですけど、君の本当の幸せを考えたことがあるかいと、そんな風に人生を過ごしたら君は本当に不幸せ な人生だということになってしまうよ、本当に大事なことは何かよく考えてごらんっていう風にアルフィーを諭している。で、私最初ルビーっていう人が言ったのかなと思って、何回もいろいろなものを読み直してみると、どうもそうではなくて、多分これは天の声で、だけどもう最後の終わり方なんか見ると、このアルフィーっていう人は結局やっぱり変われないでそのままで終わるのではないかなっていう風な、そういう暗示もあるような気がする。でもなかなか美しい素晴らしい曲だと思っています。だそうです。ではいきます。ということで、アルフィーです。はい。次もこういうちょっとまたテンポの速い感じで、It's Only a Paper Moon という曲です。カタカナでしたが、これは誰の曲なのかな。
クド・アーレンですね、はい、まあ、あのアーレンかな、知ってる曲です。なかなかこれはあの難しくて、さっきまで練習してました。本当はやるつもりがなかったという曲です。これはこの人がこれがピアノで、あ、要するにね、あのこの間あのもう皆さんたくさんご存知だと思いますが、あのあれはもうあのジャズピアニストの小曽根誠さんがね、50何日間毎日あの夜の9時から10時ぐらいまであの自宅からね、あのライブでをやってた、やったはったんですよ。もう50何日間もうすごい曲の数ですよね。でそれを僕ら2人もずっと、まあ、1回目2回目はちょっとね知らなかったりして、あのあれだったら3回目ぐらいかな、うん、ぐらい以降はもう最後がすごかったんです。もう最後ね、あのサプライズをしますってあらかじめ何日か前から言うてはったんやけどね、普通サプライズするって言うたら、まあ、誰か1人ぐらいあのゲスト呼んできてね、やらはんのかなと僕は思ってたんですよ。ところがね、そうじゃなくて、あの家を出て行ってね、あのオーチャードホール、あのなんていうの、ショーホールみたいなところじゃなくて、その一番大きいね、そこを借り切ってそこでやらはってんですよ、生配信を。もうちょっとやっぱり歴史に残る音楽の、ね、日本のでの音楽のあのなんていうかな、出来事というかね、いやと思いますね。でそれを聞いてたもんやから、もうジャズやりたい言うて、こんな曲やるつもりなかった、こんな曲歌わなかったやるつもりなかったのにやりたいって言うから、えらい迷惑でっていうことで、はい、あのだからね、その何50何日間僕はあの9時からそれを見て10時に終わったら寝てました。もうニュース見んの嫌やったんで、ね、で今度あの大曽根さんは来週のちょうど今日と明日かな、あそこ、ブルーノート、ブルーノート東京で、またライブを実際に、あれはお客さん入れるのはちょっとだけ1日だけやったかな、やるんですよね。それをまたライブ配信、さすがにタダではなくて、一晩3,500円、2日聞いたらね、7,000円、この人どうしてもいるっていうから7,000円も出す、忘れたどうしようかと思って違うテレビ見てたみたいなことになったら困るなと思ってますが、ということで、It's only a only a paper もいきます。
ギリギリセーフという感じでかなりギリギリでした。もうなんかもうアンコール以外の最後の曲になってしまいました。でもこれ長いから。これ長いらしいです。長いって。命の歌。命の歌ってなんか最近流行ってるというわけじゃないけど、要はあのね、なんかなんていうかテレワークじゃなくて、なんかリモートでなんかね、これが少し伝わったりするところもなんかいくつかあったりして、それから何しろね、この命の歌っていう曲を僕らが初めて聞いたのはもうほんまにごく最近で、あの NHK のね、あんまり人が見ない時間帯のテレビドラマで時々面白いのあるんですよ、 NHK のくせにというかね、あの前ね、あのゾンビのドラマってね、ゾンビが、あれはでもあの BS じゃないですよ、 NHK の、NHK、ね、あのゾンビがね増殖してきてめっちゃ気持ち悪いねドラマをね、もうやってたんですよ。まあでもそういう時々だからね、あの昼間のあのなんか大河ドラマとか朝ドラとかあんなんじゃないのにね、 NHK はね、あの時々面白いのやらない、めったにないけどね、三日月っていうのも面白かったんですね、再放送してほしいなと思いながら、でその中であの小日向なんとかいう俳優さんやりますよね、ちょっと面白い感じの、その人とあの竹下圭吾が夫婦でね、であの小日向さんが定年で退職して家帰ってきたら、あのその竹下圭吾演じる奥さんがあのちょっと話があるって言ってね、よくあるパターンやったら退職金もらってどっか逃げていくみたいなね、ですがそうじゃなくてね、あの妊娠したっていうんですよ、ね、70歳で。で70歳で妊娠して子供が生まれてどうやこうやっていうドラマなんです、簡単に言うと、まあ、簡単に言い過ぎましたけど、そのドラマの一番最後にこの曲が児童合唱でね、この子供たちが歌う合唱で流れてきたので、僕らは初めて聞いたんですよ。なんかすごいいい曲やなと思ってね、でどうもあのなんとかいう朝ドラで、だん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 っていう、だん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 っていうので、あの真ん中なね、あの二人っ子の人、うん、そうそうそう、が歌ってたそうです。僕はあの見てなかったんで知らないんですけど、それとかあのこの詩を作ったのは竹内まりやさんかな、なんか詩を作る時にはペンネームみたいなんで宮城さんっていう、ね、名前でやってはるそうですが、だからそれは後で聞いたんですよ。で YouTube でいろいろ探してたらね、小野梨沙っていうね、何だっけ、ボサノバの歌手ね、日本人の、その人がね、玉置浩二さんとね、それを2人で歌ってるのがあってね、これぜひ聴いてみてください。もうあの YouTube ですぐね、玉置浩二命の歌って言ったら出てくると思います。残念ながらね、画像はなくて静止がないけど、なんかどうも NHK のその小野梨沙さんの番組の時にゲストで玉置浩二が出てこれを歌ったっていうんです。もうこれが素晴らしくてね、今まで聴いた中ではそれが一番かな。なんかあの話によると、その番組の時に玉置浩二は曲があまりにも素晴らしいから、なんかもう泣きながら歌ってたっていうような、ほんまか嘘か多分ほんまやと思いますが、そういう話もあるぐらいね、あの すごいいい歌です。ではいきます。Thank you.
たくさん拍手が聞こえてきてきたので、アンコールしようかなと思います。その前にちょっと宣伝を、先ほど言いましたが、もうこのコロナ騒動の間になんかすごいよう練習もして、レパートリーも思いっきりたくさん増えて、そういう意味では良かったんで、ね、でその中からいくつかをこうやってまたホームメイド自家製でみっともないところもたくさんあるんですが、これ映るかな、作りました。送料も全部込みでたったの1000円です。スターダスト、虹の彼方に、今日やった私のお気に入り、枯葉、太陽がいっぱいとかいう、そういうそういう系の、そういう系ってどういう系か分かりませんが、ぜひメッセージでいただければすぐ送ります。ただしちょっとあまりジャスラックにたくさんお金払いたくなかったんで、著作権節約のために49枚しか作ってません。先着順です。では最後に、あまりにもたくさんアンコールの声が聞こえてきたので、もういつもやる曲ですが、アメイジンググレースをいきたいと思います。ということで、おしまいですが、ですがじゃなくてほんまにおしまいです。ちょっとこっちへ来てください。あ、そうですか。はい。せっかくなんで並んで打つとこうと思います。はい。昨日結婚記念日でした。37回目の。言わんでもいい。京都ホテル大倉の、アップルパイをわざわざ買いに行きました。予約して。3400円もするアップルパイでした。そうです。4等分したら1切れ800円以上します。めちゃくちゃ美味しいです。回し物じゃありませんが、ホテルオクラのなんとかいう1階のね、皆さんご存知だと思います、ラウンジ、ね、ラウンジのところね、そこのアップルバイということで終わりです。風呂入ることにします。ありがとうございました。ありがとうございました。このまま暗くなったらいいんだけど、ならないので、ならないので、そこへ行って消しに行きます。ありがとうございました。